待って、これさ、ジグソーパズルよりやばくない？こんなレベルの説明書が。この袋に入ってる意味が分かれへん。どういう意味なの？これあなたこれ勝手にはめたな。違うよ。これも違う。言ったじゃないか。違う。Welcome to ポペランズショー。はい、というわけで、はい、というわけで、はい、本日はですね、はい、県に達成した時のことを覚えてますか？うん、ファンチャンネル登録者が、僕が1万円をゲットした日で、こちらの動画、6000円、3000円です。ペイン、ペイン、ペイン。その時に、はい、買ったご褒美をようやく作っていきたいと思います。これですと。そして追加でこれも買いました。新エリア、新エリア。こちらはですね、東京ディズニーランドのナノブロック、その東京ディズニーランドがこのブロックで作れるというやつですね。実際何や新エリアがオープンして、そこでこの新しい美女と野獣のナノブロックも見つけてしまい、お土産屋さんこれも購入して、今日はこの東京ディズニーランド、こちらのナノブロックを実際に作っていこうと。そうですね、ようやく。ちなみにこれがボンボヤージュで買いまして、1万2000円です。はい、で、そっちが2200円です。はい、というわけで、僕らこんな感じでディズニーランドだったり、面白いディズニー関連の企画を撮ったりね、ディズニーソングを自分たちなりにアレンジしたカバー動画などを配信しておりますので、よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけで、今日はディズニーランド実のディズニーランドナノブロックを作っていきたいと思います。いやー、ディズニーランドナノブロックスタート。というわけで、じゃあ早速開封していきたいと思います。イエーイ。でねー、めっちゃちっちゃい。ちっちゃい。これじゃ、待って、これさ、ジグソーパズルよりやばくない？いや、これはやばいって。説明書はこうやってあるんで。え、これ破っちゃっていい？いや、こんなレベルの説明書が、×62とか書いてあります、ここに。まずこの土台を作っていきます。その隣に緑が2つで、そこ、ここが灰色ですね。で、これを見してくれへん。はい全然まだあるよ。わ、全然まだある。まだまだあるわこれ、何日よし、頑張ろう。エリアで割れないね、これ。こっちが1個隣だな、それ。いや、2個ぐらい隣じゃないですか、これ。青2個だけだから、ここ。はい、次行こう。はい、というわけで、はい、ですか。本日タオヤまた衣装がくれました。はい、捨てた、もう衣装捨てた。バチがそれ。というわけで、前回ナノブロックをやろうと始めたわけですけど、想像以上にヘビーそうなので、ちょっとその日は心が折れてしまい、帰りました。ちょっと日を分けてじっくり作っていきたいと思います。というわけで、今日はちょっともう作るギアを入れてきたので。ギアは弱くてるやん、もう職人です。これを3人でやっても渋滞しちゃうから、やることが。この新エリアの方の美女と野獣のやつを作る人が1人と、で、これを2人で、グッパーで、グッパー、はぶれた人がこれね。そらそやろ。こっち1人やるん、これ2人やるん。忘れたくせにうるせえんだよ。グッドパー。はぁー、やだ、これ1人は嫌や。はい、というわけでやっていきます。終わらすぞ。でも、こんだけやで、高谷さん。高谷さん、いけるよ、今日。どっちがいい？用意係と、はめる係。はめる係。じゃあ、はめてくわ。え、どっちがいい？これ、はめがいい。ちゃんと用意できる。この袋に入ってる意味が分かれへんね。どういう意味なのこれ。ちょっとうるさいですね、隣。うるさいね。あ、できた。で、ちょっと待って、なんかちげえぞ。ここ一個青くっぽいよ。じゃあこれが違う。じゃあこれ、あなたこれ勝手にはめたな。違うよ、だって2個って言ったもん。違う、待って、これも違う。言ったじゃないか。違う、これも違う。ピザ食べたい。どうやん、ピザ頼んで。ピザ食べたら絶対せえへんやん。高いな。高いな。
いいよ、別に。マジ？え、やる？あ、そっち。違う違う。じゃんけんの負けた人がじゃあ注文しよう。注文する男気。いいん、別に。じゃあ男気せんでも普通に。もしかしたらタダになるかもしれない。いや、いいよ俺は。どっちも。俺は全然いいよ。ゆみちゃん決めたら。男気で勝った人が2000円払って。いやいや大丈夫。勝ったよ。あのさ、今安いのなかった？2枚入りで。はい、ということで新エリアの美女と野獣のお城か完成です。完成しちゃいました。じゃあねー、ポップビランズでした。ありがとう。いやいや、勝手に笑えない。はい、はい、というわけで美女と野獣の新エリアはなんと完成しました。ということで、で、この本ちゃんのディズニーランドも本体の方は土台がポツポツと、これで2つとも3時間ぐらいです。うん、そうね。で、理由としてミスすると大変。いや、マジ、取れない、取れない。1個ずれてただけで、もういっぱい取らなきゃいけないし、そうそうそう、見つけ出すのが大変。書いてないんだよね。そう、そもそもパーツを見つけるのが大変。そうそうそう。一旦3時間でここまで行きましたので、本日はここまでです。じゃあ次はヒカルがやってるのかな、分かんないけど、パスします。はい、次バイバイ。というわけで3日目かな、3日目ぐらいかな。園内って分かる感じしてきたことない。うんうんうん、確かに確かに、ね、ここからじゃあまた引き続き組み立てていきたいと思います。はい、はい、というわけで1段目土台がまず完成しました。はい、トゥーンタウンはどこだ、トバヤン。トゥーンタウンはここです。トゥーンタウンここですね。じゃあここからさらに2段目が積み上がっていきますので、引き続きやっていきたいと思います。はい、はい、というわけでウエスタンランド、そしてアドベンチャーランドあたり含め4分の1ぐらいが出来上がりました。はい、こういう風に電車走ってたんやって思って。そう、レールもリアルにね、これが、うん、乗ってないんだ俺ら。乗ったよ。あ、乗った。うん、乗ってないっけ、ヴィランズで乗ってない。大丈夫ですか、ウエスタンリバー鉄道って。乗ってないっす。乗ってないんだ。乗ってないんだ。え、今度ちょっと乗りたい俺。で、ウエスタンリバー鉄道で今度乗りましょうか。乗ろ乗ろ。うん、列車がこうやって一周ぐるーっとウエス、あのね、トムソヤ島を回ってっていうところまで、結構リアルに再現されてます。うん、次の誰がやるかは分からないよね。また俺らかもしんないけど、ね、パスしていきたいと思います。イエイイエイ。はい、ということで一人と一匹でレゴやります。レゴじゃねえよ、ディズニーランドやります。ナノブロックね。ナノブロックやります。僕ら先やるって言ったじゃん。そうだよ、なんでうち一人でやってんだよ。はい、頼んだ。オッケー、レゴや。バイバイ。はい、はい、ということでもうこれ何回目なんだろう、分からん。撮れ高が心配になってきましたよ。ここでちょっとタブヤンと二人でゲームをしながらやりたいと思います。今からやるゲームはひらがな、カタカナ、送り仮名もダメ、漢字のみで会話していきたいと、はい、思います。スタート。集中、気象、頭脳、無回転。集中。現在位置把握必要。御意。現在41完了。無完了。うん、はい、と、あ、2 理解不能配置済み。誰成功。誰成功。2段目41未成功。ちょっといい、俺これ考えながらの無理だ。終了。思い出を語りながらやる。ちょっと多分さ、この動画公開する頃にもさ、1万人いってるじゃん。うん、どう考えながら俺できへんタイプだから。うん、俺もそうだった。うん、だからちょっと黙ってくれ。うん、でもさ、思ったよりあとちょっとじゃん。これよ、何番馬じゃん。これやん、98までだに、半分、40。はい、というわけでだいぶ済んだんちゃう、これ見てください、
進んで。どうですか、だいぶ見えてきたんじゃないね、形が。トゥーンタウンがもうちょっとと、うんうん、トゥモローランド、シンデレラ城の多分この3つだと思いますよ、うん、ちょっと楽しみになってきたね、終わりが。あとはもうちょっとメンバーの揃った時を狙って、はい、ガツンと一気に終わらせていこうと思いますので、はい、続き頑張ります。頑張ります。はい、というわけで前回ね、タブヤンと俺で進めたところから、はい、仕上げていきましょう。そうですね、仕上げていきましょう。長かったこの戦いに終止符を打てるように、はい、じゃあまた作っていきたいと思います。イエイイエイ。俺が全部これ出していくからやっていて、うん、ありがとう、ありがとう。アイス、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 これが甘いもの。やったー、アイスがこれと、うん、イチゴの人と、これがいい。あの、こういう、こういうのと濃くないやつ。あー、こういうのかい。あー、最高、最高です。ついに、ラストページまでやってまいりましたよ。ついに最後のページになりました。シンデレラ城のてっぺん部分ですね。よし、じゃあ集めます。いきますよ。ついにっすか。いきます。はーい、でで完成しました。まあ、でもやっぱこう出来上がってみるとめっちゃこうワールドバザールもちゃんと道が貫通してるのも、ね、柱とかも表現されてるし、確かに作ってるっちってあんま分かんないじゃん。分かんない。あとこのパートナーズ像がさ、抜けた先にちゃんとあるのが、いや、やばいねこれ。これ最初あんまり考えないでさ、とにかく作ってる時さ、うん、何なんだろうなと思ってる、うん、あ、パートナーズ像がこれみたいな。確かに。しかもこのすぐ前にあるさ、あの中央花壇なんですよ、この4つの。そう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 、中央花壇っていう。ねえねえねえ、その木何、中央花壇って真ん中にある中央から丸い花壇。ああ、はいはいはい、これか。そう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 、そういうことかみたいなね。細かいな、細部がっていうのもあるし、はい、やっぱ一つ一つの場所も結構ちゃんとね、しっかり表現されてるし、このシンデレラ城の存在感ってやっぱすごいね。でかいね、うん、こんなに色の数少なくてもなるのかなと思ったけど、うん、組み立てたらもう本当にシンデレラ城ね、だったね、シンデレラ城だったわ。しかも塔一個一個違うからね。そうなんだよね、その色合いの組み方とかも結構一個一個違って。またこっちのじゃあアドベンチャーランドの方もね、このジャングルクルーズの船とかもちゃんと表現されてて、ウエスタンリバー鉄道の線路もこうやって、これ鉄道ですよ、ちゃんと走ってますよ。かわいい。で、ルートもね、ちゃんとこうやって一周してるからね、うん、ここ恐竜の、恐竜がいるとこだね、ここ入ってって、うん、恐竜がいるエリアですよ、ここ。あー、うん、マーク・トゥエイン号があって、トムソヤ島あるのすごいね、うん、トムソヤ島もちゃんとあるし、これなんだろうって最初思ってたけどさ、うん、この一番下だけ組んだ時、うん、あ、スプラッシュマウンテンの棒とかみたいな、ね、この辺の細かい、この並んで進んでいく感とか、この滝の様子、そのピンクの茨でしょ、だって。ああ、そういうことね、うん、ああ、そういうことか。水しぶきが上がってて、透明なやつが空飛ぶ暖房があって、ああ、なるほどね、うん、暖房はあれ回してください。あ、回るんだ、すごい。俺それ知らんかった。ホーンテッドマンションがあって、でね、この辺のね、このファンタジーランドの、ね、ティーパーティーとか、これがティーパーティー、キャッスルカルーセルでティーパーティーかな、うんうん、そうだね、うんうん、そうだね。実はスモールワールドのこの色合いの再現がすごいよね。すごい。あとこの時計ね、うんうん、作るのは大変だった、うん、大変だったけど、出来上がってみるとやっぱりいいね、うん、いいですね。かわいい。あとはやっぱこのプーさんのハニーハントの本、いや、マジこの本かわいい、うん、この斜め、ね、超リアル感というか、めっちゃリアル、うん、リアル、めちゃめちゃリアル。この斜めどうやって作るのって感じだったけどね。トゥーンタウンもすごい色合いがちゃんとさ、うん、ミニーとさ、ミッキーこれあれガジェットの、ガジェットの、あー、ゴッコースター、そう、ガジェットのゴッコースター、子供とどうすかーってやつで、これ手前からそうそうそう、何さん、んこの手前は何さん、この手前、この辺はあれだよ、あのシアターとかさ、フォトスポットとか、あ、そういうことか。そうそうそう、トゥモローランドのスペースマウンテンもこれすごいよね。いや、リアルマジでこれ、そうそうそう、このエスカレーター登ってくさ、ゲートがあって、うんうん、
あー、なるほどね。これがあれだね、ワンマンスドリームがあったショーベースですね。うち、この個人的にここはさ、あのソフトクリーム屋さんにつながるさ、通路があるじゃん、出口。スタートある、乗り終わった後のね。乗り終わった後の。あー、はいはいはい。すごいと思ったわ。モンスターズインクがあって。モンスターズインクどれ？これこれこれ。それか、うん、じゃあ効率よくはこう行ってこっちか。そう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 、そうだね。こう回ってか、うん、あーすごっ。このこれ何なの？バズライトイヤーでこっちがあれ。あー、そういうことか。そうそうそう、うん、そしてこれが新エリア。すごいね、シンデレラ城より手がいてるね。まあまあ豪華単品っていう力やな。うん、うん、いや色かわいいね。いやでもこれ家にあったら子供とか見てで喜びそうだけど、うん、触らないで絶対触らないでって。透明のケースとかでさ、うん、箱つけたいよね。確かに光るとか超踏みそう。パキッとか言って、うん、はい、というわけでだいぶ時間かかりましたけど、トータルどんぐらいなんだろうね、はい、1日本当にフルで集中してやったら、うん、おそらく8時間から10時間ぐらい。まあせやな、下手したらもう、まあ、12時間ぐらいかかるよな、うん、相当早くて8時間だよ。こう見ると存在感すごいし、お家にあったらこれ結構テンション上がります、うん、確かに確かに。こちらが、はい、1万2000円でしたね。はい、長かったね、あの日からプラス、うん、これが2000円、2000円200円ぐらいかな、うん、時間をかけて作ってきましたけども、はい、なんとか完成いたしました。はい、はい、じゃあ次は C バージョンいきますか。いきますか。いきますか。楽しかったけどね。そう、やり始めると結構楽しいです、やっぱりこれ。気づけばもう何時間も経ってるみたいな感じだもんね。というわけで、はい、さんもぜひ購入して遊んでみてはいかがでしょうか、はい、というわけで、ディズニーランドを作ってみたでした。ありがとうございました、ポーピロでした。ということで、今回のコメントを返信していきまーす。イエーイ。そんなやった？ちょいちょい接続詞やった。はい、じゃあうちから見まーす。はい、お願いします。はい、今回はちょっと前の動画から昔から昔から五七五やったの覚えてた？あー、懐かしい、懐かしかった。うち面白いじゃん。そっからいっちゃんさん。お、いっちゃん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 、やっほ。お手製編は面白かった、わら。これみんな気になると思うんだけど。あー、確かに。見てない人は最近知ってくれた方はよかったら見ていただけますね。マジで面白いから、おうち企画の、あのキャラがやばいから、全員見てください。はい、面白いコメントありがとう。ありがとう、いつもありがとう、いつもありがとう、いつもありがとう。はい、はい、ということで、はい、僕が行きます。はい、はい、こちらは一番最初の僕たちの、ミッキーマウスマーチ。おお。なんですけど、コメント来たのは最近。そうなんや。はい、なんですけど、AKA ヤマトカイトさんですかね。はい、新しい生活様式になって、ディズニーも規制かかってしまって、元の生活が戻る気配もない。だけど、これを聞いたらなんか元気もらったわ。みんなの力を合わせてコロナを収束させようぜ。イエーイ。いや、感情始まった。そんなんできるんかな。うまかったよな、ちょっと俳優やった。本当ですか。ものすごいいいこと言ってくれて。いや、いいこと言ってくれてるな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。収束させて、ディズニーも楽しい、みんなで行けるように、ショーパレとかも戻ってほしいですね。頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ポップビランズでした。バイバーイ。